イメラジオ第5486回、今日は令和5年9月11日月曜日です。時刻は午後3時半、横浜港北、眩しい月曜の午後。今日は秋の空けれど気温も上昇していますね。リスナーの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。さて、今回は竹中平蔵&高橋陽一の対談本ですね。日本経済のシナリオ、中経出版から出ています。角川って書いてあるんですけど、まあ、中経出版とも書いてありますね。まあ、竹中高橋のお二人が日本経済のシナリオ、最強経済ブレーンがついに明かす、こんな章をご紹介しましょう。ただし古いです。2014年ですから、もう9年前の章、10年ぐらいになりますね。ただし、まあ、竹中高橋のこのコンビが小泉内閣でやろうとしていたことを、その小泉内閣から10年ぐらい経ってお二人で振り返ってみた、やっぱ役所の官僚ダメだね、地方議員がダメだね、地方公務員もダメだね、新自由主義と時に呼ばれるお二人ですが、その彼らが、まあ、本当は何を言っているのかを知っておくことは重要でしょう。竹中新自由主義者極悪人というステレオタイプではまずいですよね。また高橋陽一についてはこの夢ラジオではよく取り上げ、経済の専門家としてお話を私も拝聴しているわけですね。さて、そんな竹中高橋のお二人が一体何を言っているのか、まず初めにのとこで高橋陽一がこんなふうに言っています。高橋、鳩に餌まいてこい。まだ財務省で役人をしていた頃、上司からそんなふうに言われることがあった。当時の私は霞ヶ関用語で言うところの鳩の餌まき係だったのだ。無論役所でペットを飼っていたわけではない。鳩とはマスコミの記者を揶揄していた隠語である。確かに私が行くと記者たちはパッと集まってくる。言っては悪いが、その様子はなるほど鳩そのものだった。ここで役所がまく餌とはもちろん情報のこと。しかも自分たちに、つまり役人に都合の悪い事実は全て抜き取った上で、鳩でも飲み込めるように加工してある。かつて自分がそんな役回りをしていたこともあって、私はマスコミの報道を端から信用していない。日本にはまともなジャーナリズムが機能していないのだ。新聞もほとんど読まない。せいぜい見出しだけをちょっと見て、役人たちが世論をどちらに誘導したがっているかを確かめるぐらいだ。彼らは、つまり役人は、自分に都合の悪い人物を排除するときにもマスコミを利用する。本書のもう一人の著者である竹中平蔵さんは、ある意味日本で一番その類の世論操作の被害を受けてきた人と言っていい。竹中さんは私が尊敬する数少ない人物の一人だ。彼が小泉政権のブレーンに抜擢された時、高橋は主に経済財政面でのブレーンとして竹中さんを全面的にサポートさせてもらった。その時のイメージが強い読者は、竹中と高橋はいつもつるんでいると思いかもしれないが、実を言うと二人で一般向けの書籍を刊行するのはこれが初めてである。これが初めにのところで、高橋さんがお書きになっていることですから、この二人は竹中高橋はまあ信頼関係で結ばれてはいるんですね。この二人はね、竹中さんは特に評判が悪いけど、で、この官僚っていうのが
事前に決めたペーパー通りに物事を進めようとする。ですからこの竹中高橋のラインで一回事前のペーパーを配らずに、その会議の時にペーパーを配る、その時点でペーパーを配る、つまり準備ができない、こういう状態にして会議をやろうと思ったら、官僚の方から猛烈な、なんか抗議が来た。うん。そういうことも言っていますね。だから官僚が日本を停滞させている。お二人はそう言っているようです。消費増税について話が及んでいますね。竹中、高橋さんも僕も経済政策としては増税反対。でも民主党政権時に法案が通っているから、やめるには新たに法改正が必要で、それはたやすいことではない。高橋、増税すれば確実に景気悪化するから、財政再建どころかマイナスの影響をどう補うかという話になるのは目に見えていた。すごく嫌だけれど、金融政策と財政政策を使ってマイナスを補うしかないでしょうね。竹中、やはり減税ですよ。法人税だけじゃなくて、いろんなところで減税をすればいい。減税しないのが日本の特徴なんですよね。例えばリーマンショックの後、どの国も GDP の 3-4% 分の緊急経済対策を打ったけれども、アメリカは政策のうちの半分が減税だったでしょう。高橋、OECD 加盟国の経済対策で減税系と支出系の比率を調べたデータがあるんですけど、他の国は半分以上が減税なのに対し、日本だけは減税の割合が突出して低い。うん。だからやっぱり減税をしよう、これがお二人の基本路線で、これは要するに新自由主義って言われる経済学の、まあ、基本ですよ。減税をやりましょう、そして規制緩和をしましょう、民営化しましょう、これですね、小さな政府を目指しましょう。新自由主義と言ってもいいし、まあリバタリアンの経済学と言ってもいいでしょう。それを字で言ってるんですよね。減税しようと、支出じゃなくて。税収男性値にも話が及んでいて、高橋、税収を見積もるとき、税収男性値は 1.1 に決められています。これは GDP が 1% 成長するとき、税収は 1.1% 増えるという意味です。でも、この数字は竹中さんがおっしゃる通り、デタラメしかありません。高橋さん続けて、これは以前安倍さんからも聞かれたんですよ。高橋君、どうして男性値は 1.1 なんだ。これは役所でそう決めたというだけのことなんです。実際の税収は男性値 1.1 で計算した額より多くなることがほとんど。安倍さんにも私、高橋はそう説明しました。例えば普通の景気回復局面だと税収男性値は3くらいが適当、つまり経済が 1% 伸びれば税収は 3% 増える。景気が良くなりつつあるときには赤字企業が黒字になり、それまで利益が出ていなかった企業が法人税を納めるようになるから、男性値が 1.1 よりはるかに高くなって当たり前なんです。安倍さんからも局面によって違うはずなのになぜ 1.1 と決めているのと聞かれたので、私、高橋は経済成長が税収増の近道だと思われたくない人たちがいるからですよと答えました。まあ財務省のことなんですが、笑いこうなってますね。あとやっぱり新自由主義者らしくですね、こんなセリフもあります。高橋、そもそも日本は企業を助けすぎてるんですよね。竹中、その通り。多くの人が福祉国家として認識しているスウェーデンって、実はある面でアメリカとすごく似てる。スウェーデンはすごい国で、リーマンショックの後、自動車メーカーのサーブが潰れた時でも、こんな弱い企業を残してはダメだと救済しなかった。サーブは結局中国企業に買収されましたが、これは日本が国を挙げて JAL 日本航空を助けたのとは対照的でしたよね。うん、
やっぱり弱肉強食の世界をお二人はイメージしていて、そして弱いものはさっさと淘汰してあげた方がいい、こうですね。スウェーデンみたいに、まあ、サーブっていう自動車の会社でも競争力がないんだったらもう潰そうと。あと民営化についても、竹中、高橋さんは大阪市の特別顧問をしているから知ってると思うけど、大阪市が地下鉄と上水道のコンセッションを本気でやろうとしている。コンセッションってのは民営化ってことね。市民にアンケートを取るとほとんどの人が賛成なんだけど、議会が反対しているんだよね。橋本徹市長はこれに勝負をかけようとしている。公的なインフラを民間企業に運営させようという機運はようやく少しだけ出てきたけれど、まだほんの少し。あとは静岡の浜松市でも上水道で同じことをやろうという動きがある。ちなみに一番資産を持っているのは東京都だね。これを受けて高橋さんが、東京都はすごいですよ、24から25兆円の資産を持っている。これは波の省庁よりもはるかに多い。これを公的部門で運営しているのはかなりもったいない。竹中、今まで普通の地方公務員がやっていたことを民間がやる。そうすればサービスも良くなるはずだよね。で、竹中、問題は天下り。公的資産の売却の話と天下りの話っていつもリンクしている。国や自治体が資産を売却できないのは天下りがあるから、資産を売ってしまうと彼らの天下り先がなくなってしまいますからね。高橋、だからこそ公的資産の売却は民営化というのは公務員制度の改革と表裏一体なんですよ。この問題って本当に大変だけれど、政治家にとっては非常にやりがいある分野ですよね。うん。やっぱりもう小さな政府がいい。考え、上水道とかやる必要がない。うん。私もこの辺については全部賛成ですけど。減税やった方がいい。役所が、肥大しない方がいい。もっと役所は小さくなっていった方がいい。うん。あと、竹中さんが総務大臣の時に、地方議員が自分のところに陳情に来て、何の陳情かと思ったら地方議員の給料を上げろっていう、そういう陳情で唖然としたみたいな。だからもう地方議員ってこの程度なんですよね、地方公務員とか。あと、まあこの本でね、今回のこの本で、まあ主な対象に上がっているのは霞が関の国家官僚です。で、高橋さんがじゃあ財務省で一体どういうことをやっていたのか、そしてなんで高橋さんが財務省を辞めたのか、こんな話にもなっていてね。竹中、僕が思うのは、昔の大蔵省なら高橋さんを抱える余裕があったけれど、今はそうではなくなったんですね。で、竹中続けて、組織がダメになったんですね。やっぱり高橋是清とか後藤新平を採用していく時のプロセスって本当の実力主義者だったんだ。ところが今の財務官僚は東大法学部で固められていて、成績の順番もつけられていて、高橋さんのような異彩を排除するようになった。昔の大蔵省はもっと懐が深くて、こういう人をすごく大事にしたと思うんだけどね。すると高橋、私もあるところまでは大事にされていたんですよ。財政改革の時まではね。笑い。本当に財政が破綻しかかっていたのを一応立て直したから、その後もいつも真っ当なことを言い、真っ当にやっていただけなんですが。すると竹中、優秀すぎて嫌われたんだと思いますよ。なんだかんだ言って大蔵省は一番懐の深い立派な役所だったんですよ。数学科出身の高橋さんを採用したというのは、その時点で一定の懐の深さがあったということ。自分で言うのもおこがましいですが、僕も、つまり竹中も、小泉さんがいてくれたから大臣になって仕事ができた。そういう仕組みはとっても重要ですよ。すると高橋、私はこう言われたことがあります。上司から。君は大蔵省の変人枠での採用だから、2年に1人ぐらいちょっと変わったのを確保するという方針があったように思いますね。すると竹中、でも本当に採用してみたら変人どころか超変人だった。笑い。高橋、その通り。笑い。
で竹中が、ダイバーシティは大事です、今の純粋培養の典型が大学で、どの大学でも教授には生え抜きばっかり取っている、アメリカじゃありえない、それを反映して慶応 SFC では8割を外から採用した、僕も慶応の教授をしているけど慶応出身じゃありませんよ。官僚は、すると高橋さん、官僚は外から取るという風土もなく、中途採用もほとんどない。入ってきてもお客さん扱い。増税せずに財政再建。これが本書の、まあ、最後に出てきてますね。高橋さん、小泉さんが増税せずに財政再建しろとぶち上げて、周りはみんな青ざめていたんですけど、それって実は財政的にも政治的にもすごく正しい宣言だった。すると竹中、財政赤字を解消するために増税なんてありえない。だから真っ当なこと言ってるんだよね、竹中さんね。だから当時も私、竹中は総理のおっしゃったことは絶対正しいですと言いました。結果として実際に28兆円の基礎的財政赤字が6兆円の赤字まで縮小していた。あのままもう1年続けたら日本の財政は黒字になっていたでしょうね。すると高橋、なぜかどのマスコミもその話を報じなかった。不思議ですよね。で高橋さん、ほんのちょっと経済成長するだけで多くのことが解消できてしまう。でもこういう話をすると必ず竹中も高橋も新自由主義者だって言われますよ。すると竹中、新自由主義者じゃない、常識人だよ私たちは。高橋、財政再建もしたし、不良債権処理もした、格差も縮小して失業率も良くなった、それが彼らには気に食わない。竹中、けしからんと思うわけだね、彼らは。僕がものすごく、竹中がものすごく批判されるのは当たり前の正しいことをやったからそう思っています。そういうことをやりたくなかった人たちが一定数いて、彼らはあの時非常に不愉快な思いをしたんでしょうね。高橋、何が悪かったんでしょう。よかったじゃないですか。笑い。で、高橋続けて、竹中さんのせいで格差は拡大してどうのこうのと言ってる人がいるけど、実際のところデータ的には全然拡大していない。むしろ格差も縮小して失業率も下がったんです。そういうことを知らないで、聞いた情報を疑わずに鵜呑みにして、一緒になって竹中さんを叩いている人が多い。成長しなくていいというデマを流している人は、世界の状況を見ていないから、そういうアホなことばっかり言っていられるんでしょうね。どうでしょうか、リスナーの皆さん。もう言いたい放題の竹中、高橋お二人の砲弾。ただほとんどのラインで私は一致できるかな、賛成できるかなと思いますよ。で、彼らの、まあ、改革後新自由主義の経済やったから格差拡大したというのは、この二人が言い張ってるようにデータとしては全然誤りで、しかも新自由主義の経済学っていうのは弱者に寄り添うというか、弱者を一番に考えながら経済政策をする、そういうものでもある。でこの辺はお二人よく分かってるわけですよ。まあ新自由主義をと呼ぶかどうかはともかく、この竹中そして高橋が目指す、その民でできることは民に任せようと。で、官というのは肥大するとろくなことがないし、規制緩和した方がいい、うん、減税した方がいい、うん、これはそれこそ80年代のレーガノミクスでやろうとしていたことだし、そして今トランプ大統領が実はいろんな英語の演説を聞いているんですが、あっちこっちで言ってるのもこれですよ。税金を下げる、そしてレーガンに見習う、そして民営化していく、これですよね。本書でもお二人が多少自虐的に言っていた僕たちは叩かれてるんですよね、なんですけど、言ってることはまともで、特に高橋さんは、私もこれまでその著書をいくつも読んできて、まあ投資の指南書にまでしてたぐらいですから、まあ今後も
注目していこうのかなと思っている経済学者のお一人です。まあ、竹中さんについては、まあ、今回みたいに高橋経由で知ることが多くて、竹中さんの本をそのままガーンと読もうということはこれまでほとんどなかったんですけど、まあ今回の対談本で言ってる内容はお二人まともな、それこそ入権者の正当な議論をしていますね。でこの入権者の経済学こそ一般的に言われる新自由主義経済学であり、そしてそれはリバタリアンの経済学と近い、このように言っておきましょう。ただしここで語られなかった、例えば郵政民営化した時の民営化したのはいいんだけど、そこにアフラックが入ってくる、なんでアフラックなんやと、日本にも保険会社いっぱいあるのに、そう、あるいは水道の時にも民営化するぞという時にフランスの水道会社が入ってくる、あるいは大阪でも電力を湾岸エリアでやっていいとなった途端上海電力、このようにですね、民営化そのものはいいことなんですが、そこで外資が入ってくるのがやっぱ問題で、その外資が入ってくることになんか竹中さんが関わってるんじゃないかとささやかれて、これは私もよくは分かりません。高橋は関わってないだろうけど、竹中が関わっていたんだろうか、アフラック の, 参入にね。まあ竹中さんが関わっていたかどうかともかく、まあ、お二人の議論は賛成できますとか言いながら、まあ、用心しとくべきは用心しといた方がいいでしょうね。むやみに信じるのも禁物です。特に竹中さんに関しては。夢ラジオ、今回は日本経済のシナリオ、竹中高橋の本ご紹介しました。中継出版からです。